はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の滝と申します。今年もですね、恒例の大予言シリーズをですね、やることになりました。通算ではですね、昨年からね、見ますとですね、これはですね、2回目、5回目ですね。去年がね、全部で4回やったと記憶しておりますんでね、ですからこれまあね、第5回目という形で今画面の方に出ております。じゃあ今日はタイトルは何をやるのかというんで、今まさにですね、旬の話題ですね、いろんなまあマスコミ報道等でもね、注目されている旬の話題を今日は取り上げます。これは何でしょうかね。はい、本日のお題はということでですね、働き方、改革、まあ、私のね非常に好きな、テーマなんですけどね、まさに皆さんがですね、今後ね、まあ、社労試験にね、合格された後でですね、まあ、勤務であろうとね、開業であろうと、どちらもそうだと思うんですけれども、いわゆる労務管理ですよね、そのまあ事業所会社のね、労務管理に関する仕事を専門的にやっていくと、なるとね、まさにこのね、今話題になっている働き方改革、これをね、避けて通ることはできないということなんですね。それで、大きくですね、今日のお話の内容は、パート1という形で最初にですね、このまあ働き方改革に関する、まあ、いわば全体的なね、お話をさせていただきます。次にですね、まあ、格論の中で一つだけね、テーマを取り上げまして、一番まあ報道等ではね、まあ、重要なテーマということでですね、報道等がなされているところの時間外労働のね、上限規制のところですね、これをまあ格論ではね、一つ取り上げます。そして最後にですね、今後まあ皆さんがね、まあ今年の本試験に向けて勉強していくということをね、考えた場合にですね、やはりね、試験との関わりではこのテーマがね、結構重要だというところですね、これをまあ最後にね、お話しするというような形でですね、進めてまいりたいと思います。それではですね、まずパートね、1ですね、そもそもですね、今まあ安倍内閣がね、非常にまあ力を入れて推進しようとしている働き方改革とは何なのかということでですね、まあ最初にこの改革のね、今までいろんなですね、まあ以前からね、労働関係の改革というのはいろんな形でこれまでもね、なされてきたわけですけれども、まあ今回の働き方改革は結構まあ特色があるということで、その辺の話を最初にいたします。その後にですね、まあ働き方改革の本当にまあ全体が見ればね、一部でありますけれども、主要なメニューですね、こういう点がね、問題になっているというようなことをですね、お話しいたします。そしてですね、その後でですね、今後のね、見通し、当然ですね、まあ働き方改革となればですね、法律の改正とかですね、そういったこともね、必要となりますんでね、その辺のまあ今後のね、まあ見通しといいますか、ね、予想ですね、その辺のところをお話しするということになります。それではですね、早速ですね、一番、最初のね、この改革の、特色のお話に参りたいと思います。大きく私が見るところですね、今回の、ね、この働き方改革、過去のね、いろんな、まあ、労働関係の改革等と比べますと、3つですね、大きな特色が合うのではないかと思っております。まず一つ目ですね、これはね、要は単なる厚労省マターではないということを言いたいんですね。首相官邸主導ということでですね、今回のまあ働き方改革というのはですね、かなりまあ広範囲といいますかね、まあ、いろんなテーマがですね、その改革といった場合にですね、内容としてその中にね、メニューの中に見ますとね、盛り込まれているということでね、ただ単にね、これは労働問題、雇用問題だから厚労省ね、厚労省がね、責任持ってやればいいんじゃないかと言いますか、そうではないというわけなんですね。やっぱり案件によってはですね、
例えば経済産業省、あるいは国土交通省、さらには文部科学省とかね、要は厚労省以外のですね、中央官庁もね、当然もうこの働き方改革となりますとね、一定のですね、当然まあ役割を担っていかないとね、厚生労働省だけに任すようなね、任せられるようなね、改革ではないということでね、まあ内閣がですね、もう全体でね、首相官邸主導のもとに内閣全体で取り組む、そういう課題であるというのがですね、一つ目の特色であります。次に、まあこの改革のまあ出てきた、ね、経緯なんかから見ますとですね、これはですね、経済政策、まあとりわけ俗に言うまあ成長戦略ですよね、の一環としてのですね、改革という位置づけにいいね、あるというものだと思うんですね。言い換えますと、いわゆるアベノミクスの延長線上にある施策ということでね、日本経済をね、なんとかですね、この停滞からね、上昇気流に乗せるための一つのね、手段としてですね、この働き方改革がですね、位置づけられているということであります。次に3つ目ですね、スピード重視の進行、これは何を言っているかと言いますとですね、従来の例えばですね、あの労働契約法というね、法律がですね、以前できた時のね、ことと対比すれば非常によくわかるんですけれども、まあ、労働契約法なんていうね、非常に大きなね、あれもまあプロジェクトといいますかね、改革の、ね、一種の一環だったと思うんですけれども、あれはまあ言ってみれば従来型とでも言いますかね、学識経験者を、ね、主体とする、ね、研究会というのが立ち上がって、そこでね、結構長い間ですね、議論をして、かなり膨大なね、非常にまあ質の高い、ね、研究会報告というのが出たんですね。でその後ね、次のステップはこれ当然のことながらね、法律の改正となりますので、労働法規の改正でありますんでね、労政審、労働政策審議会を通すという形になったんですけれども、まあ、そこがね、結構ぎくしゃくしてうまく進まなかった。なのでね、今回は少しですね、考えたというわけなんですよね。首相官邸直属のですね、有識者会議、働き方改革ね、実現のね、そういう、会議というようなものをですね、立ち上げまして、かなりスピーディーな、ね、議論をして、そこの中でもある程度も方向性はね、まあ、明示したと、ね、例えばもうすでにね、同一労働同一賃金に関しては、ね、あれはまあご存じの方もおられると思いますけれども、同一労働同一賃金に関してはね、すでに事業主を、ね、に対するまあ告知ということを念頭に置いたガイドラインの案というものがですね、もうすでにできて公表されてるんですよね。そういう形で、まあ、あの悪く言えば既成事実をね、どん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 積み重ねているというふうにね、悪く言えばね、もちろんこれ言えるんですけれども、ただまあ、あのスピード感があるということはね、それに対する評価はさておき、客観的なね、事実特色ではあるということであります。はい、よろしいでしょうかね。それではですね、次に参りまして、メニューのね、中身のところですね、主要なメニューということでね、実際もっとね、いろんなメニューがあるんですよ。まあその中で、社労士のね、実務あるいは試験との関わり合いの比較的高いものにね、限定して今日はですね、紹介させていただきます。まず一つ目でありますね、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善ということで、これは今申しましたようにすでにね、ガイドラインの案を公表してですね、国民ねに周知ね、今しているところであります。で、これはですね、将来的にはですね、当然、一定の法律の改正がね必要となります。で具体的にはですね、パート労働法と、労働契約法、労働契約法というのはいわゆる有期契約労働者ね、有期のね、労働契約の方を念頭に置いて、労働契約法の改正ですね。さらに派遣ね、派遣労働者に関しては言うまでもなく労働者派遣法と、この3点セットでね、将来的にはね、法改正がね、出てくるという予定であります。次に2つ目にですね、賃金引き上げと労働生産性の向上ということでですね、これに関連してはですね、
もうすでに、ね、実際上もう、ね、これは現実の、ね、植木となっているところでありますけれども、最低賃金のですね、引き上げですね、年率、ね、3% 程度はですね、これは経済政策の、ね、これも一環として引き上げるという、ね、方針が以前から示されているんですね。でまあね、ちょっと時間はかかると思うんだけれども、将来的にはですね、全国平均でね、時給でね、1000円というね、ここをですね、一応まあ、目指すというようなことがですね、実行計画ですね、3月28日に出されました、ね、働き方改革のですね、いわゆる実行計画の中にはね、その辺のことが書かれております。はい、それではですね、主要なメニューの、次のところに参りまして、まあ、先ほどのね、同一労働同一賃金と並ぶ、まあ、いわば2本目の柱とでも言うべきものがですね、罰則付き時間外、ね、労働の上限規制の導入など長時間労働の是正、これは本当にね、大きなテーマですよね。でその中でもとりわけですね、サブロク協定の特別要項ね、労働基準法で皆さんね勉強されたと思いますけどね、そこをね、今のそのまあ内容がね後でお話しますけれども、まあね、ちょっと骨抜きって言いますかね、あまり意味がないと言われている特別条項ね、何らかの形でこれね当然歯止めをかけないとね、どうしようもないわけですから、その辺がね、大きなね焦点となっております。で無論これはですね、労働基準法等のね改正がですね、法改正という点で言いますとね、必要となってくる、ね、改革であります。次に子育て介護等と仕事の両立、あとまあ障害者の就労と、これもね大きな政策課題であります。でこれに関してはですね、これはまあ最近のね育児介護休業法の改正の動きの中に、ま、すでに取り入れられておりますけれども、男性のですね育児休業の取得をね今後ですね、まあ、今まで以上にね、さらにですね、法改正等をね、さらに積み重ねることによって、ここをね、なんとかですね、改善していただきと、こういうようなね、方向性が、ね、実行計画には書かれております。さらにですね、まあ、この辺もね、法改正等はね、すでにね、それなりに進んでいるところではあるんですけれども、障害者雇用ですね、これもさらにですね、いろんな形でですね、環境を整備して、ね、促進していくというようなことになります。はい、次にですね、もう少しねメニューのお話をいたします。高齢者の就業促進ということでですね、これはねなかなかね高年齢者雇用促進法をすぐに改正して、例えば定年を65歳にするだとかですね、そういうことは本当はね将来的にはもちろんやらなきゃいかんのだけれども、当面のところはね、そこはちょっとねまだ時間がかかるという認識がありまして、当面は継続雇用の延長ですとか、あるいは定年延長ね、そういうね法律の最低基準よりもね進んだ、まあ、いわば制度をね積極的に導入する企業に対する助成措置、今もあるんですよ、そういう助成金みたいなもんね、それをまあ充実させていこうと、まあ、そんなね流れになっております。次にですね、もう一個ですね柱がありまして、多様な技術経験を有するシニア層の活用促進、今後はね60歳代前半はもう当たり前、65歳代後半とかはね、あるいはまあ場合によってはね70代前半ぐらいまでをね、積極的にですね活用する、その辺のところをね今後ですね国としてもねそういう施策をバックアップするということであります。次にですね、外国人労働者最近増えてますけどね、で外国人労働者のね受け入れ、外国人材の受け入れに関しては一応ですね単純労働のね、外国人をですね人手不足だから入れようというようなことはね、まあ実際には必要なんでしょうけれども、あまりここではね強調されてないんですね。それはね、いわゆる安易な移民受け入れとかね、そういうのはね、考えてないと言いますかね、そういうのに対しては少し否定的なトーンなんですね。それで高度外国人材ですから、外国人でかなりね、まあ能力スキルの高い方をね今後いかに受け入れて、そういった方たちをね、まあ有効を活用すると言いますか、その辺がね大きな課題であるというようなことがね書かれております。
まあ、これがね、メニューのお話になります。次、今後の見通しでありますけれども、もうすでにですね、労働政策審議会で、ね、まあ長時間労働の是正のね、あのテーマに関しましてはですね、審議がね、始まっております。今後ですね、例えば同一労働同一賃金なんかはね、別のまあ労政審の中のね、今 やってるのが、ね、労働条件、ね、分科会ですかね。ですから別のね、分科会の方でですね、今後ね、同一労働同一賃金なんかもね、労働政策審議会の、ね、審議が始まります。でこれもできる限りスピーディーにやりまして、まあ、今年中にはですね、まあ、改正法案の、ね、作成にこぎつけて、ね、まあ、できる限り速やかに、ね、国会に提出して、まあ、2018年来年の前半というのはね、私の、まあ、感覚では6月ぐらい前とこういう趣旨なんですけどね、だいたい来年の前半ぐらいにはね、改正法案の成立というのをですね、内閣としてはね、目論んでいるのではないかと思いますね。でそうしないと、ね、2019年4月、ね、再来年の4月からですね、改正法を施行する。これはもうずいぶん前からね、言ってるわけですよ、政府はね。したがってそこから逆算するとですね、やはり、ね、来年の、まあね、6月ぐらいまでにはね、できる限りね、法律を通したいというのがね、まあ、今後の、まあ、いわばスケジュール的なね、お話、見通しのお話になります。もちろんね、これどうにいくかどうかっていうのはね、何にもね、先のことですからね、断言はできませんけどね。はい、それではパート2に行きまして、まあ、一番ね、各論の論点の中で大きい時間外労働のね、上限規制のお話なんですけれども、ここではまずね、上限規制の基本的な考え方、ポリシー、あとですね、一番、まあ、ポイントになっている特例の場合の歯止めですね、この2点をですね、お話してまいります。まず上限規制の基本的な考え方なんですけれども、まあ、これはね、規制方法のね、強化ということと、規制の中身、内容の強化、この2つにですね、分けられるのではないかと私は思っております。まず1点目の規制法の方の強化なんですけれども、現在いわゆる厚生労働省告示ですよね、であるところの限度基準のね、があります。でこの限度基準の告示をですね、法形式上はですね、法律ね、国会をね、で成立させる法律に格上げして、かつですね、罰則付きのね、規制ね、そういう、まあ非常に強いね、罰則がくっついている規制にですね、していくということですね。これはまずね、大きな変化、前進であると思います。次に内容面でありますけれども、これはやはりですね、特別条項をね、これをね、なくすなんてことはね、さすがにできないということでね、いわゆるまあ特別条項、サブロック協定の特別条項っていうのは存続するんだけれども、その際にもですね、現行のね、仕組みと違いましてね、具体的な上限、何時間っていうね、上限を設定するというのとですね、もう一個ね、今もまあ適用除外というのが一部認められてますけどね、まあ、これに関してもね、まあ見直しを行うというような、ね、方向性が示されております。はい、次にもう一個ね、特例の場合の歯止めなんですけどね、原則これは今と同じなんですよ。今もね、月45時間、年360時間というのが一応ね、建前としてはありますよね。で問題は特別条項をね、やる場合の、特例なんだよね、臨時的な事情がある場合というんで、さっきも申しましたようにね、特別条項自体はね、一般論としては認めているわけであります。でこのね、年720時間以内っていうのがありましてね、年720時間以内、ちなみにこれは、ね、労基法上の休日労働は含まないというね、基準なんですね。それに対して次のね、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、これはいずれもというわけなんだけどね、それぞれの一定の期間を区切った上でのね、月平均、これは休日労働を含んでですね、各ね、それぞれの、ね、期間ごとにですね、平均しますとね、80時間以内と言っております。次にですね、まあこの辺がね、マスコミ報道でいろいろ戦いたりしたところですけれども、単月ですね、一つ一つの月ごとに見ると休日労働込みなんだけれども、100時間、いいですか、これはね、以下じゃないんですよ、未満、ね、まあ要はね、
いわゆる労使合意だよね、連合と経団連の間でね、3月13日にですね合意が成立しましたけれども、その際にね結局妥協点として100時間未満という形でね、あれでまあ労働側もまあ折れたというようなね、ところなんですね。次にその下、これはね今のね特別条項も基本的に同じですけどね、上記の特例は年6回が上限という形で、まあ言い換えればね最大でも6ヶ月っていうのがね、当たり前ですけどね、そうじゃないと臨時的な事情があるとそもそも言えませんからね、はい、ということですね、まあこのあたりがね、各論の大きなね、ポイントになるところで、あります。はい、それではですね、次に参りまして、ねパート3ということでね、まあ、今年の第49回社会保険労務試験を念頭においてですね、どんな点がね、試験対策としてはですね抑えなきゃいけないかということになりましてね、でここはですね、大きく、労基法とですね科目にね、引き直しますと労働基準法と、労働一般常識にね、分けることができます。はい、まず最初にですね、労基法をですね、労基法のところは言うまでもなく長時間労働の是正というね、あのテーマに関わるところなんですね。それで一個前提論点っていうのがありましてね、これはまあ働き方改革そのものではね、まあ正面から謳われてないんですけれども、もうすでにね、これは具体的な動きがあったところでありますんでね、注目しなきゃいけないですね。長時間労働の是正といった場合には前提としてですね、そもそも、ね企業がですね、労働者の労働時間を適正に把握している、これが大前提ですよね。これがいい加減だとですね、長時間労働っていうのもね、まあ結構ねルーズにね実際にはなされる恐れがあるし、またですね、残業代がね適正に支払えないと、こういうリスクもありますよね。だからやっぱりね、労働時間問題の出発点は労働時間の適正把握で、これが多くのね、企業においてはいい加減であると、適正になされてないわけですよ。なのでですね、新たにガイドライン、以前はね、労働時間適正把握基準ということで基準っていうのはあったんですけど、それは通達だったんですよね。で今度のガイドラインは、ね、これはまあガイドラインという形でですね、厚生労働省告示というんで、まあ、通達よりはね、まあ、強い形式に、ねなりまして、中身もですね、従前の基準よりはね、充実したものですね。これがもうすでに1月20日にね、策定されております。というんでね、これはもう現実に生きている、ね、ルールとしてはですね生きているものでありますんで、このガイドラインを踏まえてね、労働時間の適正把握の、ね関しては少しですね、勉強する必要があると思われますね。次にまあ関連判例という点ではですね、三菱重工長崎造船所事件が、まあ、いわゆる労働時間のね、概念ですね、基本的な考え方に関してね、判断した判例でありますのでね、これまあ過去出題されていることもありますけれども、ね今年も要注意であると思われます。次にですね、まあ先ほどお話ししました時間外労働のね、上限規制、あのまあサブロック協定のね関連のところなんですけれども、これは1にも2にもですね現行のですね、限度基準のね、正確な理解ですね、これに尽きると思いますんでね、その辺のところは皆さんですね、当然ね、労働基準法のね、テキスト通りね、書いてありますので、そこはきちんとですね、今後結構細かいところまで含めてですね、フォローしていくということがですね求められるのではないかと思います。じゃあ次に行きます。労働一般常識の関連ですね、まず同一労働同一賃金なんですけれども、すでにですねこれにね、まあ何て言いますか、これの何て言うかな、先駆け的な規定とでも言いますかね、本格的な、ね、規定とは言えないかも分かんないんだけれども、ね同一労働同一賃金を意識したと思われる規定が2つあるんですね。1つ目は、有期労働契約に関連する労働契約法20条、さらにですね、もう1つは短時間労働者パートタイマーだよね、
に関連するパート労働法のですね8条というねそういうまあ非常に重要なね条文がありますのでその辺の条文の解釈ですね、まあ解釈はね通達によって具体化されてると思うんですけどねそのあたりをまず押さえるということだよね。次にですねパート労働法はすでにですねいろんなね均等処遇あるいは均衡処遇に関するね、まあ規定がですねいくつかねありますんでね。でパート労働法はね実務では結構重要であると、特にこの同一労働同一賃金のね、こういった流れ、との関係ではね非常に重要な法律なんだよね。でもどういうわけか最近全然出てないのね。ですから今年はですねパート労働法は非常にね、要注意だと私はね、思います。次にですねさっきまあ最低賃金のねなんか 3% だとかね1000円を目指しているなんでお話しましたけどねまあそれとの関連で最低賃金もね今年あたりは要注意のねテーマだと思うんだよね。でまあここは地味にね地域別最低賃金決定に関するねルールを押さえるということでありますとかねあとねこの最賃法違反のね場合の法律的な効果ね罰則を含めたね法律的な効果のところもですね、ここはちゃんとですね、押さえておいていただきたいところであります。はい。じゃあ次に行きますよ。労働一般常識の続きになりますけれども、高齢者の就労促進ということでですね、これはまずですね、実態ですよね。まあ毎年ね高齢者雇用に関してはね、事業主はね。報告しておりますけどねそれをまあ取りまとめたデータがね毎年公表されてますんでねそういったものを踏まえてですね高齢者雇用のまず実態現実ですよね高齢者雇用のね仕組み再雇用がどうだとかいろいろありますでしょあの辺のまず実態をね掴むあとね60歳代定年がね60を超えてる会社がねどれぐらいあるかとかねそういうのも含めたその辺の話だよね。次に継続雇用に関するね現行法の規制ですねこの辺の現状をね正確にですね例外的なものも含めて正確に押さえていただきたいということですね。さらに外国人材のね受け入れとの関係ではですね外国人雇用のね今非常に外国人労働者増えてますでしょその辺の現状ですよね。あとですねまあ、手続き周りではですね外国人雇用状況の届出というのがね、これまあ根拠法令は、ね雇用対策法というね法律、まあ、具体的にはねその施行規則の方にね、具体的なことは書いてあるんですけどね、その辺ね外国人の届出の、ねちょっと手続き周りのところね、この辺りもですね、まあ、私が試験員なら喜んでね、出すところでありますけどね、ぜひね、押さえておいていただきたいなと思います、はい。それではですね、次のね、大予言もですね、おそらくまあ1ヶ月後ぐらいね、予言すると思いますんでね、お楽しみということなんですけどももうちょっと1分間ぐらいね、お話しさせていただきたいと思います、これはですねちょっと講座のね、宣伝になっちゃうんですけれどもなんかね、2017年滝道場老期老一で問われる働き方改革大要素ということでですね、まあ、この働き方改革に関してね今日は本当にまあその触りエッセンスのみをねお話ししましたけどもう少しね具体的なですね中身とですね、よりまあ何て言いますかね実際的なですね出題予想ですよね、この辺のところをですね、まあ、2時間の半の講義2コマですね、通学の方はまあ水道橋でね4月29日午前10時半からね、行いますけどねあとまあ通学無理な方はね通信まあ通信の場合だとね、5月の確か22日がね、教材の発送と、なっておりますけどね、まあそういうことでですね、これね来年はこの働き方改革周りは出ないですよ。なぜならばもうすでにですね来年の本試験の項には法律が通っているでも未施行ですよね、施行は19年ね4月を予定してますからねだからそれ一番試験問題とは出しづらいんだよね。で今年はね、そうじゃないんですよ。今年はね現行法の、ね内容現行のルールはどうなっているのこれを正確に、抑えると
いうことでね、来年は出しづらいだけに、ね、労働時間の、ね、問題ですとか、あるいは同一労働同一賃金の、ね、関連のテーマとかですね、その他にもいろいろあるんですけれども、やはりですね、働き方改革関連テーマということで、今年はね、労基同一の直前対策をやる場合にはね、そこをぜひ念頭において、ね、勉強していただきたいんですよ。だとはいってもね、なかなかね、それを独学でやるのは難しいと思いますので、まあ、私がですね、道場という形でね、今までまあいろんな形でやってきたことをですね、もう集大成するような形でね、働き方改革と試験とをね、うまくですね、接合するということでね、今考えて準備をね、始めておりますので、ぜひですね、今日のこの話を聞いて、働き方改革ね、やっぱり重要だなとね、本格的にね、試験対策というね、面においても勉強しなきゃいかんなと思った方はですね、そちらの方もね、ぜひね、ご検討いただきたいと思います。それではですね、これをもちましてですね、2017年に向けたですね、第4弦のね、第1弾のですね、講義の方を終わりとさせていただきます。お疲れ様でした。